バート・ツベステンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、町村である。この町には、バート・ツベステンのレーベンシュプルーデルとして知られる、公船がある。この町は2つの病院を有する保養地であり、薬島が優出することにより、1992年から、バートを町名に関している。バート・ツベステンは、ケラーバルトの東の市民に位置している。 バートビルドゥン園から南東に約8キロメートルにあたる。この町はベルチェ川、ウルフ川、シュバルム川といったエーダー川水系に属す川のあぜに位置する集落からなっている。また、町境はケラーエーダー税自然公園に面している。南部の地区であるオーシフトニーダーウルフはウルフ川沿いにあるが、この川はニーダーウルフの下流でシュバルム川に合流する。 最も高い山は、ケラーバルトのフンスリュック山である。ライン側の西に位置する中べく山地のフンスリュック、山地と混同しないよう注意が必要である。バーとツベステンは、北はフリッツラー、東はボルケン、南はノイエンタールとイエスベルク、西はハイガー及びバーとビルドゥンゲンと境を接する。この町は、イカの各地区からなる。ツベステンは、 817年にコデックスエイバー・ハルディ・チューニ・トゥー・ウェイソンとして初めて記録されている。1538年に貴族と村の農民たちとの武力衝突、ツベステンの流血闘争が起こった。何世紀も前から知られていたツベステン集落南部の炭酸泉は、1914年に泉の囲いが設けられ管理されるようになった。1922年からこの源泉は、 ツベスティナー・レイベンシュプルーデルとして、瓶詰め業者によって販売されるようになった。1932年にはすでにこの源泉は、効力があるとして知られており、1960年に、就航人の公船となり、観光客を呼び寄せた。ヘッセンの市町村再編に伴い、1972年に、それまで独立した町村であったベッツィゲローデ、ニーダーウルフ、オーシフ,フ、ベンチゲローデと、 ツベステンが合併し、新たな自治体としてのツベステンが成立した。この町は1992年に保養地に指定された。これにより、ハイルバートの肩書きが与えられ、町名がバートツベステンに改称された。バートツベステンのつまずきの石ツベステンのユダヤ人住民は1646年に出地有伝として初めて文献に記録されている。18世紀中頃、 この集落には15家族61人のユダヤ人が住んでいた。隣接するオーバーウルフには21人、ニーダーウルフには43人が暮らしていた。おそらく1741年頃にツベステンにシナゴーグが建設された。これは1769年に初めて文献に登場する。20世紀の初め、ユダヤ人住民はサークルやグループ活動、あるいは 第一次世界大戦への従軍などにより活発な社会生活を営んでいた。しかし、1938年11月の水晶の夜でシナゴーグは損傷し、その後倉庫として利用されたが、1969年に解体された。1938年には84人のユダヤ人が住んでいたが、その多くがこの町を離れた。 最後の家族は1941年に憲兵隊によってイエスベルクに装置され、この村は国家社会主義の用語でユーデンフライとなった。バートツベステンの町役場、バートツベステンの町議会は23議席からなる。ミハイル・ケーラーは1999年からバートツベステンの町長を務めている。彼は2011年3月27日の直接選挙で、 2017年までを人気とする3期目の当選を果たした。これ以前のこの町の町長は、1960年から1976年までが、ハインリヒ・シュミット、1976年から1999年までが、ハインリヒ・ハウプトであった。バートツベステンの教会、バートツベステンのプロテスタント教会は、中世に防衛協会として建設された。教会等には、 銃眼が設けられ、一部にはやはり銃眼を持つ高さ、2から3メートルの防壁を有している。バーとツベステン城は、領主館とその停心の館からなる。集落の南端にある、この建築群は18世紀に農場経営のための建物として建設された。領主館は1782年に、ビルヘルムトロイシュフォン、ブットラーダン尺によって建てられた。 この古典主義様式の館は、1915年頃に、ポルチコが設けられて以降、シュロスと呼ばれるようになった。この城には、上館庭園が付属している。現在はクリニック、館、ウェルネスホテルとして利用されている。ケラーバルトシタイクソインの集落から約1キロメートル西の、海抜368メートルのレックトプフへの登山土沿いに、ゾルゲンシュトゥールがある。 これは椅子型の座面を持つ岩である。ここには象徴化された悩みが捧げられている。町の中心部の古い館に1995年から郷土博物館が入っている。ここでは村の歴史が紹介され、この地域の歴史的な調度品が展示されている。2000年にバーとツベステンで個人の発案により、バーとツベステンのマイスターコンサートが発足した。 このコンサートシリーズの演目は、主に古典音楽と現代音楽で、クアハウスやハルトバルトクリニーク2で開催される。バーとツベステン地区にも近いオーシフ地区の海抜341メートルの山上に、レーベンシュタイン城址がある。ここには、城壁跡、城の泉、ボールトの地下倉庫の遺構が保存されている。建物跡は2002年に入念に固定された。首都は、 人が歩いて通ることができ、展望塔として登ることができる。ここからは、シュバルムプホールで、ウルフ川の谷、ケラーエーダー税自然公園を望むことができる。ニーダーウルフ地区には、ニーダーウルフ城と一体化した防衛協会があった。ここには、銃眼がある防壁と堀が残されている。この城は、ウルフ家の居城であった。オーバーウルフ城は、オーシフ地区にある。 この城は1877年にフィリップ・フォン・ハーナウ・ホロビッツ公使によって建設された。フィリップはヘッセン・カッセル家のヘッセン先帝公、フリードリヒ・ビル・ヘルム・一世とゲルトルー・デ・ファルケンシュタインとの既線結婚によって誕生した罰子である。この建物は1952年から学校寄宿舎として利用されている。バート・ツベステンをケラー・エーダー税自然公園の集会遊歩道。 ケラーバルトシュタイクが通っている。また、芸術作品が展示されているバルバロスサベクテン8が街の北部ベンツゲローデ地区を通っている。さらに芸術家主導のプロジェクトであるアルスナトゥーラはベンツゲローデと保養地、バーとツベステンとの間に芸術遊歩道としての周回路を設けた。人気のハイキング地が東のノイエンタール及びボルケンとの街境に位置するアルテンブルク山である。 ここには、同盟の環状城壁跡がある。ここには、展望塔があり、バーツツベステン、ハービヒツバルト、東ヘッセン山地や、ケラーエーダー税自然公園を望むことができる。バートツベステンのレーベンシュプルーデルの泉のアズマや、バートツベステンには、多くの社会資本と、十分な焦点がある。役塔及び、保養地としてのバートツベステンの発展は、 集落の南近郊にある多くのミネラル線を有する遊水地に由来する。一つの泉源は、バーとツベステンのレーベンシュプルーデル生産に用いられており、他の泉源は温泉産業の引用光線として利用されている。泉源は、ニーダーウルフ地区へ向かう街道沿いのクアパークアムレーベンシュプルーデルという公園風の敷地内にある。この他に、中心部の北にクアパーク、 アムクアハウスがある。ハルトバルトクリニーク2温泉街の高台に、ハルトバルトクリニーク愛とハルトバルトクリニーク2個の2つの専門病院は約650床規模である。ハルトバルトクリニーク愛に併設された神経学救急医学を研究していたバートツベステン神経学センターは閉鎖された。町の近く、アルテンブルクさんのふもとにシュバルム川に面したキャンプ場がある。 1961年からキャンピングクラブカッセル EV が運営している。このキャンプ場の横を自転車道が通っている。カヌー、オートバイ、自転車、徒歩旅行客はキャンプ場のトレッキングヒュッテで宿泊することができる。バーとツベステンは連邦道 B3 号線及び B485 号線沿いに一致している。連邦アウトバーン A49 号線のボルケン。 バートツベステンインターチェンジへは約5キロメートルである。この町は北ヘッセン交通連盟に加盟しており、マインベーザー鉄道のぼる県駅まで乗り合いタクシーが運行している。バートツベステンには学校が2校ある。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。